はい、皆さんおはようございます。そして、今年初めての会見ということですので、今年もよろしくお願いいたします。そうしましたら、私の方から何点か発表をさせていただきたいと思います。はい。いよいよ肥前佐賀幕末維新博覧会開幕まであと2ヶ月ということになりまして、さまざまなイベントをなど予定しておりますので、その説明をさせていただきます。まず2月の17日、18日はユージアム佐賀のプレイベントということ、3月3日には偉人モニュメントの除幕式、そして3月17日にはいよいよ開幕のセレモニーという流れです。まずユージアム佐賀の概要についてですが、これ新たなるレストランということで、ユージアム有田覚えてらっしゃる方多いあると思いますけど、また人間国宝さんとか三右衛門さんの器によりまして、佐賀らしい食材を利用して、まずこのデイリーメニューということで、これ毎日ですね、特別な午前ということをランチ、ディナーの両方で提供するということなんですが、特にこのトップシェフデーというのはこっちになりまして、月に1回国内外で活躍する系のシェフが特別な創作コース料理を提供するということでありまして、ね、いろいろ古賀さんとか吉武さんとか、いろんな佐賀ゆかりのシェフなんかも含めてですね、特別な料理を提供したいというふうに思いますので、こういうのも楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい。そして、ミュージアム佐賀のプレイベントとして、フランス・パリからのコラボレーションということで、この2月の17、18日についてはパリで活躍するシェフと書家の共演ということでありまして、渥美壮太さんと中塚水斗さんということでのコラボレーションを考えております。ソースでさらに、大体そんなような、あんまり種明かしてしまうとあれなんで、本当にこの厚み中塚のコラボということで楽しみでありますので、1月2日より申し込みに受け付け開始なので、ふるってご応募いただきたいと思います。はい。続きまして、偉人モニュメントの除幕式ということで、佐賀駅からメイン会場へと続く中央通り沿い約 1.5 キロにゆかりの偉人25人の等身大モニュメントを設置したいと思います。今ちょうどこの北本生徒たち の, こう絵とかが通りに飾ってありますけど、いよいよ3月3日には今こんな形で頑張って、制作をしていただいて、おりますが、それぞれ、分類ごとにこういろんなオブジェが並ぶような形になっておりまして、しかもこれスマートフォンで偉人たちと写真が撮れたりクイズを楽しんだりするというようなアプリも楽しんでいただけるような機能を持たせるような形でやっていきたいと思いますので、街歩きを楽しんでいただくきっかけにしたいなというふうに思います。いつも申し上げてますけど、佐賀は車王国なので、もっともっと人が街を歩けるような空間を作っていくきっかけにしたいと思っております。続きまして開幕セレモニーですけれども、今回手島葵さんにテーマソングを手掛けていただく、オリジナルイメージソング一番星の披露も行いたいと思いますけれども、さまざまな、これ例えば、可能法ですとか、おもてなし隊のステージだとか、佐藤さんとかカメラマンさんとか、さまざまなイベントで、スタートを出しておかれたいというふうに思っています。明治市に絡んだ数人のなんか知事さんも一緒に開幕を迎えたいということで、オファーもありますので、そういったことも含めて、いろいろ考えてみたいと思っています。いよいよ開幕します。心震える展示イベントの数々にご期待いただきたいと思います。社長としても残りのもう3件はもう先にスタートしておりますので、いよいよ佐賀県が開幕ということで、明治新50年盛り上げていきたいと思います。
さらに特別展の開催も発表したいと思います。本丸歴史館ではこの技展ですね、これから技展、一展、志展ということで3つの特別展を開催していくんですが、今回はその第1弾として技展ということで、日本の産業革命は佐賀から始まった、この技ということにターゲットを当てて、開幕の3月17日から5月13日まで、実施したいと思っています。さあ、技展の目玉展示ですが、九州初上陸の重要文化財ということでありまして、韮山大観江戸江川秀達宛ての直政公の自筆書状というものが佐賀にやってまいります。どういうことを直政公は考えていたのかということを自筆で、九州初上陸ということですので楽しみにしていただきたいと思います。そして、教科書でおなじみのあの絵が登場ということで、これペリー帝国提督が横浜に上陸した時の図でありまして、教科書でおなじみの、おなじみですか、おなじみですね。ペリーさんはこの方ですか、教科書ペリーが誰かが大事やろということでありまして、九州初公開ということであります。まあ、その他、元島東大ですとか石黒幹事ゆかりの初出品資料なども展示して、明治維新、産業革命は佐賀から始まったということについてこだわってみたいというふうに思います。そして子ども維新ラボということで、佐賀の歴史を楽しみながら学べる体験型アミューズメントスペースが大広間に登場するということで、これがですね、アンドロイドですね、田中久重って、精霊型で活躍した田中久重さんが作ったのがいわゆる東芝グループなのでありますが、石黒さんも開発に参加した最先端のアンドロイド、千平愛子さんっていうんですか、千平愛子さんがやってきて、いろいろ話をしてもらえるみたいですけど、アンドロイド、まあ、こういったところで子どもの皆さん方にですね、この佐賀の歴史を遊んで学ぼうということで、維新ラボを作っていきたいというふうに思っています。その他デジタル塗り絵ですとかからくり勉強など盛りだくさんです。さて、博物館と美術館で2つの展覧会を開催したいと思いますが、御子維新、B 技の佐賀展ということでありまして、こちらの方は有料の方になっておりますけれども、岡田三郎之助、そして、我々の持っている誕生はじめ池田学部、そして、木管釣りサイズで人間国宝の鶴田さんですとか、そういった技、こういったものを博物館の方で展示するということ、それから明治の博覧会の出品者といったものについて、美技の2つのテーマで紹介したいと思っています。これが3月17日から5月です。そしてこれは、かねてご案内しておりました、岡田三郎之助のアトリエですね、渋谷か目黒か、博物館の東側に移築するとこんなような形に今工事中ですけれども、博物館の手前のところですね、で、4月1日からです。こちらは博覧会は3月17日ですけれども、この移設のオープンは4月1日ということで、小田三郎之助と女性画家たち展を開催したいと思っています。まあ、これが岡田三郎之助ですねにまつわる女性たちということで、まあ、ここの岡田アトリエがですね、これ有名な画家さんもこの中に入っておられまして、非常に日本の近代洋画界で、活躍した女性画家たちを岡田三郎之助に満たしたということで、まあ、そういったところについてもぜひ学んでいただきたいと思います。そして彫刻館の方では、幕末明治の鍋島家ということで、大名から公爵へということでありまして、こちらが直政公ですね、10代の部屋の人で、こちらが息子の直清公ということで、首刀を打ったことでも有名な順之助
11号ね、あの11号君ですね、でいずれ直弘君は11代藩主ですが、その後公爵になってというような流れでありまして、そして、外交官に転じて、非常に、まあ、そもそもの直政公 の世界を見ていたということをそのまま一歩決意のような形で、そして鍋島中子とつながっているということでありますので、まあ、そういった鍋島家が果たした役割というものを、幅広く今回紹介させていただきたいと思っています、はい、ということで佐賀が育んだ執行の技飛びをご堪能いただきたいと思います。そしてさらに働き会関係でありますが、今ずっと佐賀新聞の方で昨年、植松みどりさんに勝ちガラス を連載させていただきましたが、212回になりました。こちらの方も本の本になっております。そして、毎月あのウェブで無料配信しておりました、鍋島直政漫画、鍋島直政の方についてもこういった形で、出版されるということになって、書籍化が行われるということですので、2月27日に全国主要書店で同時発売をしたいと思います。ぜひ、ご一読いただきたいと思います。そして次は若者焼き物市を開催したいと思います。焼き物文化の新たな形です。はい、肥前窯業圏ですね、唐津今里竹雄漆の有田焼き物文化に新たな形を提案しようということで、肥前ファイブというあの新カジュアルブランドを作り上げています。焼き物メイクですとか焼き物ネイルなどのワークショップの開催、そして、グルメブース、焼き物文化体験ワークショップを開催ということで、どちらかというと若い人が中心になって若い人にいろいろ浸透するような形での戦略を立てて、やっているところであります。3月10日と11日に、唐津の五福町商店街周辺で実施したいと思います。はい、肥前ファイブ、まあ、見ていただくと分かりますけれども、こう若い視点で、こう焼き物アクセサリーを作っていこうというような形でありまして、先だって、これ5つの市町で、若手の活動会、陶芸作家、そして地元の大学生、そして福岡のインスタグラマー、みんなでこう盛り上げていこうっていう会を、地域プロデューサープランナー任命式をやったところでありますけど、まあ、こういった形で5つの地域がそれぞれ、新しいものを生み出して切磋琢磨しながらお互いが連携しながらやっていくというこう佐賀らしいスタイルというものを模索しているわけであります。あの日本遺産を契機に始まったプロジェクトです。で焼き物市の会場ではさまざまな買う、飾る、食べる、作るといったような形でさまざまな取り組みがされる予定です。はい、で2月1日にはプレスカンファレンスという福岡ということでありまして、天神イズムで、スペースで、まあ、こういった形で、盛り上げて、いきたいなと。福岡にも訴求できるような形でのお取り組み、焼き物ネイル電子シートのプレゼントもあります。楽しみにしていただきたいと思います。焼き物文化の新たな可能性というものも想像していきたいと思います。続きまして、台湾で佐賀の魅力を PR するということであります。まあ、今非常にあの台湾便というかですね、今プログラムチャーターであの週2回程度台湾から来る便だけが九州佐賀国際空港に入っておりますが、まあこちらの方からは乗れないという形になっておりますけれども、現実的な定期便化に向けて、なんとか、まあ、年内に実現できるような形で今調整を行っているところで、ございます。定期便化へ高まる期待ということ、それから佐賀牛の輸入が再開されましたので、まあ、こういうまさに台湾との関係がさまざまな貿易も含めて広がりつつあるところで、総合プロモーションを来たる2月7日に実施したいと思います。中身は、まあ、こういった形で、関係協会ですとかタイガーエア台湾に改めて定期便化の依頼ですとか日本交渉会、まあ、こういったところ、そして今回は県議会、そして経済から幅広くですね、この機に合わせて、
台湾に行くということであります。はい、PR レセプションにつきましても当日の6時から8時ということで、シャングリアホテルで150名程度お呼びして、さまざまなサラの紹介をさせていただこうということを考えております。台湾との交流も興味深いものにしていきたいと考えています。最後にお知らせですけれども、1月18日にはサラモノカの PR を三菱銀座店、三菱日本橋本店で行いたいと思います。この毎年これ行くといちご尽くし、いろんなものに佐賀の食材を使ってもらうようなコーナーになっていて、非常に評判のいいものであります。そして福岡ではイオン福岡店で1月20日ということで、県産品の良さをもっともっと伝えていきたいと考えています。そして、もう一つは、次世代を担う子どもたちへのメッセージということで、人権啓発クリアファイルを配布したいと思います。私もいろいろこう人権関係の政策でやっておりますけれども、例えば人権とか、例えば男女とか外国人とか、童話とか、いろんなものがあるんですけれども、基本的な人を大事にしたい、人を大切にしようっていう思いっていうのはある部分共通のものがあるんじゃないかっていうのが私の考えでありまして、子どもたちにそういう根幹的なところで人を大切にする心、相手を思いやる心というものを佐賀の子どもたちには分かってもらいたい、心ない言葉で傷ついている人はいませんかというようなことで、ぜひみんなでそういったことを話す機会、きっかけにしてもらいたいなというふうに思います。何かこれクリアファイルなんですが、プリントを挟むとなんかいろんな変化が起きるという楽しい仕掛けがついているそうでありますので、これもご期待いただきたいと思います。はい、博覧会について、以前佐賀幕末維新博覧会佐賀最高博は2018年3月17日から翌年の1月14日まで、開幕まであと2ヶ月ということであります。ご期待いただきたいと思います。